はいどうもバサラですご視聴ありがとうございます今日なんですがこちらのレビューしようかなと思いますえっとエルガトさんから出ているキャムリンク 4K のレビューしようかなという風うに思っています はい、これなんでこれを買ったかっていうとですね、えっと、コロナウイルスが、えっと、原因になります。で、まあいろんなね、イベントとかが、まあ今、中止になっていると思うんですけれども、まああの、僕ら、えっと、IT 系の業界の人たちも、とかも、結構、勉強会とかを、えー、したりするんですね。で、なんですけど、勉強会って、やっぱり人が集まるじゃないですか。なんで、やっぱり、あのそれ、コロナウイルスの危険性というか、まぁ、あ、蔓延するね、えー、感染する危険性があるみたいなので、まあ、そういったね、勉強会みたいなイベントとかも、まあ、どん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 、えっ、ー、と、今、自粛、え方向になっていて、勉強会をね、えー、やらないっていう方法 にまあどん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 えっとシフトしているんですけれどもまあとはいえ,えっと全くやらないっていうのもやっぱり辛いのでえっとやっぱりライブ配信してみようみたいなえっと需要がまあ最近ちょっとえ高まってるっていうこともあってですねまあ今度え友達がまあ勉強会をえオンラインでえっとやるので,でそれを YouTube ライブでえ流すという感じだったのでまあ僕もねえっとライブ配信の環境をまあもうちょっとよくしようかなと思ってまあ今回えこれを購入しましたはいこれは何をするものかというとこれにえっと一眼をつなぐ 例えばこうライブ配信するんでもウェブカメラとかえそういったものでもまあすぐできたりはするんですけれどもどうしてもそれだと品質がどうしても落ちちゃうのでえっとそういったこのウェブカメラじゃなくてちゃんとこういった今もう撮影しているような一眼でえっと撮影した映像をウェブカメラの映像のようにえ取り込んでそれをまあライブ配信用に使うことができるようなえーツールになってます。 でまあ、これがね多分ねあの結構このエルガトっていう会社が多分多分世界的にもね、えー、すごくまあ有名なところなんでまあ本当にえっ、ー、とに持ってる人とか使ってる人も多分一番多いんですけどまあそれをね僕も買ってみたというような感じですはいじゃあねちょっと早速開けていこうかなと思いますういーはいこんなようなパッケージが中に入っていて多分ここ開けると出てくる感じかなと思いますほい はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。一つが、はい、USB のケーブルになります。はい、その下の USB のケーブルの下に、まあ、こうちょっと軽い説明書保証書説明書みたいなものと、あといらないも、このステッカーですね。ステッカー。はい、ステッカーが入ってます。はい、本体はこれになります。 すんごい簡単なものですよね。ほんとすんごい簡単なものですけど、こっち側に、はい、こっち側にこんな感じで、えー、見えますかね ?HDMI のポートがあって、で、反対側は USB になっているような感じ。 になっています、はい、でこの HDMI 側の方に、まあ、カメラをつないでこっち側の USB 側に、まあ、この PC とか、まあ、Mac をつなぐというような感じになってます。はいでこっちの入ってたケーブルは延長のケーブルですね多分これがこのね部分が邪魔で入らない時とかに、まあ、これで延長してつけられるようにするっていうような感じになります。はいでこの CAMLink4K なんですけどもこんな感じで非常にねコンパクトなサイズになっているので、まあ、今回勉強会は外の会場にあるので、まあ、家でねやるわけじゃないで これだけをね持ち出してこれとまあカメラを持っていけばライブ配信をまあ高画質に撮れるっていうことで考えればすごくサイズが小さくて、えっと、使いやすいんじゃないかなというふうに思ってますはいそんな感じで本当にこのカメラにねこれをまあ繋ぐだけでもうそれで使えるっていうような感じなのでちょっと使ってみようかなと思いますはいそれじゃあ早速このねキヤノンのキス M に、えっと、取り付けてみようかなと思いますまずはちょっと三脚に まあ、立てなくてもいいか。立てなくてもいいですかね。はい。まず、ちょっとこの反対側のところにキセムの場合は、えー、HDMI のポートがあります。えっ、ー、と、マイクロの HDMI のポートですね。大体、まあ、カメラ、えっ、ー、と、まあ、ビデオカメラだったら違うかもしれないですけど、一眼は、えっ、ー、と、マイクロの HDMI のポートがある感じですね。はい、こんな感じで挿します。で、この CAM リンクなんですけれども、バスパワーで、えー、と動くようになっているので、別の電源とかが、えー、と不要になります。なので、PC の、えー、電源からで、えー、動くようになるはずですね。 でこの PC の USB ポートにこうブスッと刺す感じですねはいちょっと今見えてるか分かんないんですけれども、えー、とインテグレーテッドカメラっていうところの下に CAMLink4K っていうのが出てるのでこれを選択しますこれを選択するとほいはいこんな感じですねこんな感じはいもう僕のこのカメラに切り替わったような感じですちょっと見づらいかなこの映像ちょっと見づらいかもしれないですけれどもこんな感じでですね 僕のカメラの方にもうすぐ今切り替わったというような感じですはいえいかがですかねこんな感じはい見えますはい今ここの今ここで撮ってる映像ここで今見えてるような感じになってますいやすごいっすねすごいこれだけ簡単につないでまあもう見えるような感じになっていますねすんごいでちょっとだけ分かりますタイムラグ若干あるんですよ で、これが、まあ、たぶん YouTube の配信になったときに、まあ、若干ね、えー、タイムラグにはなるんですけど、まあ、今回は、えー、ただの、えー、勉強会なので、まあ、ちょっとしたね、タイムラグはあってもいいんですけど、多分ゲームとかね、えー、やられてる方だと、多分そのゲームの画面は、もしかしたら同時で、まあ、僕のね、えー、その、リアクションが遅れちゃうみたいなのは、まあ、ちょっと面白くなくなっちゃうかもしれないですけど、あの、僕見たくね、まあ、今回はただの、えー、とライブ配信の、まあ、勉強会の時には、まあ、これ全然十分なんじゃないかなと思います。はい。 若干0.2秒ぐらい0.12秒な気がしますねはいはい、まあ、こんな感じで、まあ、簡単にできたりしますで、まあ、これ Windows でこれをやってみたんですけど次にちょっと Mac でも試してみようかなと思いますはいというわけで Mac でつないでいこうかなと思うんですけど Mac の場合はねこういったドングルが必要になりますね仕方ないですね USB-C というかサンダーボルトしかないのでそれは仕方ないかなと思いますはいというわけで Mac のね、えー、とクイックタイムでちょっと表示をしてみています はいこんな感じでねすぐにこちらも、えー、と Mac の方も、えー、つないで、えーま、っすぐ使えるというような感じになっていますはい、えー、一眼なのでねこんな感じで広角にするとか、えー、そんなことも簡単にできたりはしますはいこんな感じでねウェブカメラにもね多分ずっと品質の高い、えー、状態で、まあ、出せるので今後ね、まあ、ちょっと YouTube ライブとかねやるか分かんないんですけれども、まあ、もしもやるってなった時にも、まあ、すごく、まあ、便利な、ね、ツールなんじゃないかなというふうに思いますはいちょっとね YouTube ライブをねやったとしてもね、まあ、人が来るぐらいこのちょっとチャンネルもね、えー、伸びるといいなという 思ってますねはい最後に勉強会どういうふうに配信していこうかなという構成についてちょっと話そうかなと思いますでまず最初にこのカメラですねカメラでまずこれで映像を撮りますでこのカメラに外部マイクをつけて音声もこの、ま、カメラで撮りますでそれを HDMI から出力して CAMLINK の,の方に送ってこれから えー、実際この,でこの PC の方で、えー、と音声のデータと,、えー、とカメラの映像をこっちの方で受信します。で、この PC の中では OBS っていう、えー、とライブ配信用のソフトウェアを使って、えー、とそちらの 情報を流して YouTube ライブに配信するんですけれどもそれ以外に今回リモートで勉強会の発表する人っていう人もいるのでその Zoom の映像をこっちの方でもキャプチャーをしてそれをシーンの2つに分けてこっちのカメラのシーンとあとは実際の Zoom の映像と音声っていうのをシーンを2つ切り替えながらそれを YouTube ライブの方に配信するっていうような構成にしようかなというふうに思っています多分今の感じだとこれうまくいくんじゃないか かなちょっとね、えー、テストもちょっとしてみないといけないんですけどもこんな感じの、えー、構成で、えー、ライブ配信をしようかなと思ってます。で多分自分でライブ配信をする時にはそのズームの設定とかもいらないので本当に多分カメラと このキャブリンク 4K と、まあ、カメラの方にはねマイクもつけるんですけれどもそれを実際 PC の b s の方にくっつけてで、まあ、YouTube ライブに配信するっていうような流れになるんじゃないかなというふうには思っていますはい一つだけちょっと気になるとするとこのレーダーブレードのね僕のレーーブレードのステウスが実際それだけのものをねハンドリングできるほどのパワーがあるのかってことだけが若干ね心配なんですけれどもあのうまくね配信できるといいなというふうに思って いますはいいかがだったでしょうか CAMLINK、えっと、の 4K のレビューになりますはい僕のようにゲームのね配信になるとまたまたいろいろこう複雑になるんですけどもまあビデオのねミキサーみたいなのもあった方がいいとかまあいろいろあったりはすると思うんですけども僕みたくまあ単純に、えっと、こういった動画の配信みたいなものを、えー、単純にするっていうだけであればこれだけで全然これでいいんじゃないかなというふうに思いますで他にもなんか i o d さんとか、えー、似たようなものが出てるんですけどもなんでこれにしたかっていうとやっぱりこれね世界的にやっぱ売れてるんですよね まあね、日本の会社の方がいろいろなものが、ね、日本語化されてて安心みたいなのはあるんですけれどもとはいえやっぱりね世界中で売れてるっていうのを考えたら、まあ、こっちの方が安定かなと思って IO データののじゃなくて、えー、こっちのエルガトのキャメリング 4K の方にした、まあ、というような感じですはいこちら価格なんですけれども今現在アマゾンで17,428円となっていますでまあね決して安いものではないんですけれどもこういったね、まあ、PC についてるような、えー、とウェブカメラだったりとか、まあ、iPhone の、まあ、インカメラだったりとかそういった まあ品質の、えー、悪いまあカメラを使うのではなくこういったね一眼ののを使って、まあ、高画質で、えー、ライブ配信ができるっていう風になってくるとまあこれぐらいのちょっと投資は必要になってくるかなという風には思います。でただね、まあ、この c a m リンクじゃなくて例えば IOData さんの方にすれば、まあ、少し34,000円安かったりとか1万確か34,000円だと思うので。 これよりも3000円か4000円とか、えっ、ー、と、安いような感じなんですけども、まあ別にね、えー、そっちでもいいかなと思うんですけども、どちらにしろ、まあ1万円以上、えー、かかってしまうので、まあそれなりの、えー、投資は必要なのかなというふうには思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、えっ、ー、と、YouTube ライブを配信するにあたって、キャムリング 4K を買ってみたというような、えー、動画になります。このチャンネルはですね、こういったガジェットのレビューを中心に、えっ、ー、と、動画を作っています。今日の内容が面白かったという方は、ぜひぜひグッドボタンを押していただいたりですね、えー、下の方からチャンネル登録してもらえると、僕の モチベーションのためにつながり、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、皆さん、次の動画でバイバーイ。